5月25日、晴れ。こんにちは、アンナです。あれ、スースケがソファーの上で何かをしているよ。何をしているんだろう。実はスースケはソファーの間に挟まったブラインドの紐が気になっているみたいです。あれ、このひまくん、なんだろう。気になるな。えい。でも、ひまくんはなかなか取れません。ねえ、さとくん。ひまくん、取れないよ。もう少し、頑張ってごらん。うん、わかった。スースケは、サタくんに励まされて、もう一度、ひまくんを取り始めました。一生懸命頑張っています。ひまくん、なかなか手ごわいな。でも、僕、負けないよ。スースケは頑張りすぎてクッションの間に挟まってしまいました。スースケ、大丈夫？あれ、僕、何してるんだろう。スースケはもう一回ひまくんにチャレンジしました。しばらくの間、スースケはひまくんと格闘していました。でも、結局、スースケは、ひまくんを取ることができませんでした。そして、疲れてしまって、そのまま、ソファーの上で、眠ってしまいました。スースケ、ひまくんが取れなくて残念だったね。でも今日は一生懸命頑張ったね。じゃあ今日はここまでです。またね。バイバーイ。
最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。